昨日、道東の釧路町のアパートで女性の遺体が見つかった事件で、女性の死因が胸を刺されるなどした失血死と判明しました。人を刺した。昨日午後4時過ぎに入った通報。釧路町桂のアパートに警察が駆けつけると、部屋の中で30代から40代くらいの女性が死亡していました。午前10時です。女性が死亡していたアパートに警察官が入ります。これから現場検証が行われます。警察は今日午前、遺体を司法解剖し、死因は胸を刺されるなどした失血死だったことが分かりました。部屋からは血のついた刃物が見つかっています。また部屋の玄関ドアには鍵がかかっていたということです。一方、1キロほど離れた釧路市愛国東のアパートでは、通報したとみられる男性が首から血を流した状態でベッドに倒れているのが見つかりました。男性は30代から40代くらいで、意識がありませんでしたが、その後意識を取り戻したということです。男性がいた部屋からも血のついた刃物が見つかりました。警察は男性が女性を殺害した後、自殺を図った可能性があるとみて捜査しています。